あと皆さんこんにちは、ルームシューズ使ってますか？全然冬にルームシューズあるのとないんじゃ全然違いますから。気づかなかったらもうずっとそのまんま冬の辛さっていう人が多いと思う。うちの両親とかもそうだけど、もう知っちゃったらもうやめられない。まあ何が言いたいかというと、ルームシューズめちゃくちゃいいんですけど、今までもう今年までこれ2足目だったかちょっと覚えてないんですけど、もうボロボロなんで本当申し訳ないですけど、もう 3,4 シーズン使ってるかな。こんなボロボロでも全然違うんですよ。まあ、こんな感じでね。で、まあ、これの悪いところは、まあ、なんで今回買い替えることになったかっていうと、まあ、ちょっと生地の、まあ、折りが弱い、まあ、どうしてもこうなって、で、まあ、サイズもちょっと大きいんでかかとを踏んじゃうことになるんですよね。こんな感じで、まあ、これが不快だということで、まあ、今年買い替えるぞということで買い替えに至ったわけなんですが、まずはこちらを買いました。2000円で売ってまして、 Amazon で送料無料で、ユニクロでいうところのファーリースフリースっていう素材ですかね。長くて毛足がでサラサラしててあったかいっていうやつで、まあ、どんだけのものが来るのかって思ってたんですよ。もっとねベコベコのが来るんだろうって思ったら、そんなことなくって、見てもらうと分かると思うんですけど、まあ洗っていくとね弱くなると思うんですけど、こんな感じで結構しっかりしてて、かかともまあまあっていう、まあでも洗ってったらまあダメになると思いますけど、まあ洗うのはシーズンに1回か2回くらいだと思うんで、ね、結構ねそう剛性というかそういう硬さ、しっかりした構造で、まあ、当然あったかい、厚みもねある、厚みがあるからこそこういう風にしっかり立ってるっていうのもある、立ってるんですけどね。でそこはまあこういう感じで、滑りづらい素材になってる。ただ買い替えた、こっちになぜなのか、この商品前年からのバージョンアップとしてこの底の厚みをね増やしたっていうことなんですよ。でこれは基本的にはいいことなんですけど、私の場合良くなかった。なぜならというか、左と右の違いがないんですよ。同じ風になってて、これこう足を乗っけると、私足がね厚いっていうか横幅が広くって27、3E の靴であれば27でギリギリ大丈夫なんですけど、だいたい 3E のものってないんで 28.5 とかを買うんですよ。というわけで足がね、まあ、ちょっと広めであるっていうのがあって、こう乗っけるとソールに乗ってるんですけど、これ左と右で設計が違うんで、これ履いてみるとちょっとずれるんですよ、こっちに。だからここが落ちちゃう、外が。だから非常に危なっかしいんですよ、厚みがある分。というわけで非常に惜しかった、2000円とは思えないこの高級感、あったかさ、合成、見た目も可愛いしっていうことであったんだけど、買い替えました。なかなか見つからなかったんですけど、 Amazon にね売ってました。これ見た目もね、まあ、可愛いでしょ。でカラーもいっぱいあって、織りもねこういうなんだろう、こだわった織り、普通、うん、これの方が多分合成は出ると思うんですよね、うん。でまあ厚みがあってしっかりしてる今のところ。ちなみにね、こっち XL 買いました。でこっちもね L の一つ上のサイズ、名前が何だか忘れちゃいましたけど、一番大きいサイズですね買って、
ったかい、あったかいです。で足首までフィットする。で裏面見てもらうと分かるんですけど、左と右で違うんですよ。なのでしっかり乗るんですよ。こっちとこっちでそんなに厚みの違いってないんですよね。こう見ると厚みの違い、厚み、うん、横幅の違いってむしろなんかこっちの方があるくらい、まあ、とにかく変わらないんですけど、でも足がねしっかり乗るんですよここに。だからグラグラしない。まあでもそれでもギリギリかな。とにかく、まあ、不満なしですね。で履いてみるとこう履きやすい、間口がちょうどいいですね。履きやすいし、だからといってこう履いてる時にここの寒さを感じない、まあ、程よくまあ密閉してくれてフィット感があって、でここもフィットしてて、でここが何だろう、折りになってる、折りになってるんで足が大きくってもね多少こう窮屈感がない、圧迫感がない。で中はモコモコですごい気持ちいいです。これめちゃくちゃいいっすね。デザインも可愛いでしょ。これいいっすよマジで。2000いくらだったかな、3000しないですよ送料込みで。これめちゃくちゃいい、ほんとおすすめできる、足の大きい男性におすすめできるやつですね。裏面っていうか左と右がねあるっていうのが、これがもう何よりいいです。これ久しぶりにおすすめできる商品ですわ。自信を持っておすすめできる、値段も考えても機能面でも、まあいろんな人がいるんでわからないですけど、でもこれ買って不満だったっていう人は多分いないと思いますね。というわけでよかったら買ってください。あ、概要欄にリンクあるんで、よかったら、フィー付きのやつですけどよろしくお願いします。